はい、5月の18日、はい、木曜日、ひなしゃのひなです。暑いです。はい、現在の室温は 29.4 度。いいね、29.4 度。久しぶりにでかい、みんな泣く、みんな泣く、みんなパニック、みんな大運動会。昨日さ、この板がさ、ポツッと倒れたんですよ。あー、やばい。素早く回避してた。ひなが？そう。えら、でも、めちゃ。なんか、元気になってる。あ、本当だ。大丈夫かな。なんか座れるまでに成長してない？本当だ。昨日は具体としてて、今日請求時はしてない。ない。これはいけるかもしれない。あ、頑張れ。あー、立てない。ダメだったら泣いちゃった。今は立てる気分になったのかもしれない。暑いね。暑いし、登れてるな。やるか。掃除するだけで汗かいちゃうね。はい、掃除。音があまり聞こえないか分かりませんが、皆さん、はい、至近距離でのひなをお楽しみください。ひなが大きくなってきてさ、うん、全身が熱んなくなってきたよね。確かに。あの目の前を通ると弾け飛ぶ。
ちゃうの。ご飯の量が増えます。あ、脱走者が現れた。え、撮ってる。脱走だ。脱走しちゃダメよ。この間はひょどひょど言ってたもん。さあみんな、今日は2杯だよ。昼が来る前に食べ合ったね。水も適宜飲みつつ、ちゃんとご飯食べなよ。夏バテが来るよ。ん？夏バテ。15番が頑張ってます。昨日まであんなに絶望悲観していた15番くんが、くんなのかちゃんなのかわかんないですけど、座ってます。欲しいものです。そうね、
ただく。ウィーウィー。はい、ありがとう。はい、ご飯だよ。頑張れ。はい、ということで5月の18日朝の皆さんの様子でした。皆さん暑いので熱中症にお気をつけくださいね。以上、みさとスイッチファームからコニタンとともさんがお送りしました。バイバーイ。